デルタ、イプシロン、ゼータ、イータ、シータ、ラムダ、アルス、ラムダの次を忘れたのか。ミリーだ。うわっ、バカ者、ラムダの次はミューだ。あ、そうか、ミリーっていうのはミリちゃんのことだっけ。勉強中に女の子のことを考えるやつがいるか。ミリー、出てくれ。はい。もしもし、川島です。ああ、ミリーか。今後わしのマルスに近寄らんでくれ。もう、マルスはうちのパパが協力して作ったロボットでしょ。さよう、わしらにも会う権利はある。マルスの父親はわしだ。君らにうろうろされては教育の邪魔になるんだ。そんな、教育って朝から晩まで勉強させられたんじゃ、マルスがかわいそうだわ。貸しなさい、山の上君、ロボットにも息抜きが必要だぞ。うるさい。ロボットが人間と同じようなことをしていて一人前になれるか。わしはマルスに人間の20年分を一月でマスターさせるんだ。無茶だ。そんなことしたらマルスは機械のようなロボットになってしまうぞ。ロボットはもともと機械だ。バカなことを言うな。いいか山の上君。ああ、危ない。ロボット自動操縦にしないと。山の上君、わしはともかくこれから科学省へ行く。大事なマルスの教育を親子で邪魔されて止まるものかい。マルス、理論の勉強は終わりだ。ああ、僕もう飽きちゃったよ。弱音を吐くな。これから今の理論を応用してみるんだ。え、まだやるの、お父さん。この超集積回路を使ってテレビを作ってみろ。はあ、僕やだな。そんなことでは一人前のロボットにはなれないぞ、マルス。さあ、10秒以内にテレビを作ってみろ。はい。そうだ。時間だ。できました。よし、スイッチを入れてみろ。はい。コウジ君は教育ママの母親に1日8時間も勉強させられるのを嫌って家出したものです。お父さん、家出って何？お前はそんなことは知らなくてもいいんだよ。さあ、出せ。あ、でもお父さん、勉強させられるのが嫌だって言ってたよ。こら、こんなくだらんものを見るんじゃないよ。くだらんってどういうこと？親に暴力を使うやつがあるか。お父さん、暴力っていうのはこういうことでしょ。やめろ、なんちゅうことをするんじゃよ。じゃあ、家出ってどういうことだか教えて。親に黙って家を出ることだ。ふん、ありがとう。こら、どこへ行く。親に黙って出ていくよ。こら、アルス。これが人間の住む町か。そうだ、ミリの
ち行ってみよう。元気ですかじゃない、天井から訪ねてくるやつがあるか。パパ、マルスは生まれたばかりで何も知らないのよ。今度から玄関をノックしてくるんだ。いいね。はい。まったく山の上くんのしつけはなっとらん。難しい科学理論より先に社会常識を教えなければならんというのに。次に、ただいま入りましたニュースを申し上げます。家出していた浩司くんですが、浩司君は月へ向かうロケットに乗り込もうとしたところを無事に保護され、駆けつけた母親に引き取られました。浩司、母さんが悪かったわ。もう一日に8時間も勉強させたりしないからね。お母さん、浩司。どうしたの、マルス。浩司に。マルス、わしが悪かった。もう決して一日に23時間も勉強させるようなことはせん。お父さん。マルス。ミリー、僕行くよ。まだ来たばかりじゃないの。ミリー、玄関はどっち？あっちだけど。ありがとう。さよなら。バカモン。部屋を出るときはドアから出るんじゃ。ごめんなさい。どこ行くの、マルス。家出。家出だと？一体全体家出するロボットがどこにあるんだ。どうせ後でお父さんが泣いて謝ることになるんだから。 なぜわしが中にはいかんのだ。それは後のお楽しみ。マルス。船長、変なもんが近づいてきます。よし、ミサイルで撃ち落とし。ミサイル発射よ。礼儀正しいロボットだな。おい、この船に何しに来た。慌てないでよ。僕は遊びに来ただけなんだから。遊びに来た？うん、そうだよ。家出してきたんだ。
家で。船長、なんとなく育ちの良さそうなロボットですな。お客様を応接間に案内しろ。はい、どうぞこちらへ。お邪魔します。相当いいところの坊ちゃんロボットですね。かなり高く売れそうだ。どうぞ。へえ、ここが応接間っていうの。ずいぶん暗いんだね。早く入れ。ここでおとなしくしてるんだ。乱暴な人だな。あんたも売られることになったのかい？売られるって、何も隠すことないわよ。みんなあんたと同じ仲間なんだから。赤ん坊が言葉を喋った。ロボットがロボットを見て驚くなんておかしいわ。ロボット？じゃあここにいるのは。そうさ、俺は超高層ビル専門の窓拭きロボットのワイパー。最近ちょっとばっかし性能が落ちたんでお払い箱になってね。私は子供のない人間のための赤ちゃんロボット、ドールっていうの。君も性能が落ちちゃったの？おしっこする最新型が出たんで下取りに出されちゃったの。お前はどこが悪くて売り飛ばされることになったんだ？僕は悪いとこなんかないよ。大地生まれたばかりなんだ。ロボットのくせに見栄を張るな。本当だったら。何？おい、よせよ。こいつはね、ライオンやヒョウなど猛獣に芸を仕込む調教ロボットのホイップだ。おじさんも売られちゃうの？猛獣どもが俺がロボットだということに気がついて言うことを聞かなくなっちまったんだ。僕はマルス、家出してここへ来たんだ。家出？家出？うん、わかった。あなたは家出専門のロボットなのね。そうか、人間の命令で家出をするロボットか。うん、違うよ。僕は誰にも命令されないで家出してきたんだよ。なに？ロボットのくせに考えることができるのか？少しはね。まあ、じゃあ人間と同じじゃないの。なんとかわいそうなやつだ。どうして？ロボットは何も考えないで働いている方が幸せなのさ。船長、妙地キリンなロボットが舞い込んできたもんですね。こいつは高く売れるぞ。人間並みの頭脳を持った天才的なロボットとしてな。お呼びですか、船長。おお、待っていたぞ、ドクター。まあ、こっちへ来てこれを見ろ。おお、これが例の家出ロボットですな。そうだ、このマルスというロボットに悪人教育を施せ。というと？悪人ロボットとして高く売りつけるんだ。なるほど、承知しました。あのバカ者どもめが。マルスがいなくなってもう3日になるんだぞ。これというのも、みんな君たち親子の責任だ。そんなバカな。他のロボットならいざ知らず、マルスには心というものがあるんだ。朝から晩まで勉強勉強ではマルスは。黙れ。さてはマルスに家出をそそのかしたのは君たちだな。いい加減にせえ。ビーだ、ビルビルビーだ。聞いてしまえ。痛い痛い。あれ、どっちにしろマルスの行方を探さねば。確かマルスには追跡用の装置がついてるんじゃありません？そうじゃ、それをすっかり忘れとったわい。ミーリー、すまんが早速マルスの行方を追っておくれ。はい。今日から私がお前にみっちり仕込んでやろう。仕込むって何？早く言えば勉強だ。勉強？ああ、高い教育マシンが。マルス、なんていうことするんだ。僕は勉強が嫌で家出してきたのに、また勉強させられてたまるかい。さよなら。
船長、マルスが逃げた。電磁バリアを張ってくれ。電磁バリアに引っかかったな。体がしびれて。ドクター、困るじゃないか。ちゃんとやってくれなくては。どうもこいつは教育に適していないようですな。しかしドクター、せっかくの呼吸ロボット、分解して部品を売り飛ばしてはいかがでしょう。このロボットに使われている高度な技術は各国のロボット学者が先を争って買うでしょう。僕、こんな格好でまた勉強させられるの？違う、お前の体をバラバラにしてやるのさ。なんだ、勉強でなきゃいいや。お前恐ろしくないのか？ちっとも。分解されるということはロボットとして死ぬことだぞ。死ぬって何？もうバラバラに分解してやる。ねえ、その前に死ぬってことを教えてよ。この世から消えてなくなることさ。なんだ、どうせ僕はついこの間までこの世にいなかったんだからね。マルス、そうだ、僕がこの世から消えちゃったらミリにも会えないね。当たり前だ。困るよそれは。死にたくないよ。死にたくない。今頃もがいても遅い。この手術台には電磁バリアが張ってある。それに吸い付けられている限りお前は動けないのだ。ドーリー、なんだ君は。何するの、離せ。甲板に乗ってきたジェットスクーターがあるわ。よし、早く。待て。ミリー、マルス、先に逃げて。そんなことができるか。それで逃げられるつもりか。ミサイル用意だ。警備隊が助けに来てくれるわ。もう2、3発ぶちかまして隠れてるかもしれん。でも危なかったね、ミリー。マルスの臆病のおかげで助かったのよ。え？僕の臆病？ええ、電磁バリアに引っかかった時目をつぶったでしょ、マルス。うん、それでジェットヘリが海の中に落ちて助かったのよ。目をつぶったために？あの時、強引に電磁バリアを突破しようとしたら、ミサイルの雨を浴びて、大変なことになっていたわ。僕はどうして目をつぶっちゃったんだろう。マルスは怖いということを覚えたのよ。怖い？そういえば、分解されそうになった時、僕はもうミリと会えないと思ったら、急に頭がジーンとして…それが怖さというものよ。怖さ？怖さか。あっ！見つかったよ、ミリー。早く逃げないと危ないわ。ミリはここに隠れてろ。マルス、おーい、こっちだ、こっちだ。あ、マルスがこっちへ向かってきます。いや、魚雷ミサイルもこっちへ向かってくるぞ。やーい、こっちだ、こっちだ。うわー、船をどけろ。もう間に合いません。
長、沿岸警備隊です。何？あ、本当だ。バカ、逃げろ、逃げるんだ。あれでどこまで行けるかな。おしっかり、なんで、これ早くしろ。早く行け、早く。離して、わしが先だ。俺が先、戦争が何でも先。何、マルスがロボット未遂団を。バカ者、わしはそんなケチな泥棒を捕まえるためにマルスを作ったんじゃない。山の上君、ミリからの連絡ではマルスは恐ろしさを覚えたそうじゃ。そんなものはロボットに必要ない。いや、本当に強いものは恐ろしさを知っているもんじゃよ。さあ、急いで帰らなくっちゃ。家出から帰るんだから僕のお父さん泣いて謝るかね。マッドマスクと戦うことになった。無敵の怪物マッドマスクが見せたマルスへの友情、それに応えたマルスの目に光る涙。次回、ジェッターマルス、マルスなぜ泣くをお楽しみに。